特許庁総合庁舎は、東京都千代田区霞が関にある日本の中央省庁の庁舎。特許庁及び独立行政法人工業所有権情報、研修官が入居する。特許庁総合庁舎正面玄関1989年3月に春工。同所にあった1934年春工の旧庁舎を建て替えたものである。観光庁としては、初めての、また、 春工当時としては民間を含めても最大規模のインテリジェントビルであった。庁舎の中央には光庭が設けられ、基準階では光庭を挟んで南北に角2400平方メートルの執務室が設けられている。観光庁としては珍しく、外壁は加工岩張りとされている。地球温暖化対策として三十キロワットの太陽光発電設備、服装ガラス、 ビルエネルギー管理システム、雨水を再利用する注水道を採用している。また、近隣の霞が関ビル、東京クラブビル、新霞が関ビル、商工会館、便利市会館ビルとともに、地域熱供給を行っており、蒸気及び冷水の供給を受けて、冷暖房、給湯、加湿を行っている。設備や機器等が老朽化しているため大規模な改修を行っており、 一部の部署が2016年春高の住友、不動産六本木グランドタワーに仮移転している。江戸時代は、日向の岡屋藩内、藤家の屋敷があった位置である。ありがとうございます。